皆さんこんにちは、ヒューガです。はい、今日なんですけども、ですね、まあ、いつも Vlog、こうライブの時とかこう遠征の時とかに撮ってるんですけど、実はね、結構ね、撮るのが大変で、まあ、っていうのもこうライブにね、こう集中しなあかん時があったり、しなあかん時しかないんですけど、こうライブにね、集中したいけども、あ、ここもなんかちょっと撮っときたいなみたいなんでね、ちょっとな、あんまりなんか集中できない瞬間があったりとかで、実はね、こう何本かね、お蔵入りにさせてるやつがあって、っていうのもね、もうその撮れ高そのもう全然こんなん全然思わなくないみたいなね、なんかね、そのいや、ご飯食べてるとこずっと流してるだけでええんですよとか言ってもらえるんですけどね、なんかね、やっぱね、エンターテイナーなんで、なんかこう見ててこう面白いってなんか思えるなんか瞬間の結構連続したものじゃないとなんか良くないかなとか思ったりして、何本かねオクラになってるんですけど、どうしようかな、どうしようかなと思って、でね、もう今月1本ぐらいのペースになってて、ね、少なからずね、なんか楽しみにしてくれてる方いるんで、なんか定期的にあげたいなというか、自分のねことなんか知ってもらうきっかけに、でそのなんかね、それをきっかけにね、こうライブに来てもらえたらと、曲を聴いてもらえたらという思いでね、やってますんで、これは。ね、なんかこう定期的にあげたいなと思って、いろいろ考えた結果ですね、ソヤンと1週間、こう撮り続けて、で、1日5分撮ったら、もう1週間35分じゃないですか。あ、ということはもう、1日の中に撮れるとこあったら撮っていって、で、それをこう紡いでいって、1週間で、1本の、動画にしようかなと思って、ちょっとその試みをやってみようかなと思います。全然無理やったらやめますからねということで、っていうのをね、昨日の夜に思いついて、昨日月曜で今日火曜なんですけど、っていうのを昨日の夜に思いついたんで、火曜日からになるんですけど、この1週間をね、ちょっと撮っていこうかなと思います。で、1日5分って言ってもね、なんか、あ、ここ撮りたい、ここ撮りたいってなったらね、めっちゃ長くなると思うんですけども、もうほんま暇な時に見てください。ってな感じでやっていこうと思います。今日は京都ミューズでライブです。もう京都ミューズには入ってます。今からリハーサルして。で、夜には本番です。でね、先週になるのかな、もう食中毒になって、俺。病院行ったらちょっと当たってる感じになってて。それね、もうすぐ治った薬飲んだ。こんなん次、副鼻腔や。ちょっとね、今鼻声になってるんですけど、もうっていうのもね、今月19本、でも前半ね、前半ってか、もうやっとこの2週でも連チャン続き、4本連続1日空いて、5本連続1日空いて、2日連続でね、本当にね、このね、こう休息みたいな時間がなくて、ちょっとね、体のね、こうね、あれがおかしだったんでしょうね。ほら、今日はこのワンワン物語の T シャツに、リーバイスのジャケットです。ライブ終わって帰ってきました。今日は終わりです。まあ本当はもうこんな毎日絶対せなダメで、ね、ライブで疲れて帰ってきた日も絶対しなダメなんですけど、それはできひん時もありますよ、俺だって。なんで休みの日にいかにほぐすか
ね、なんぼ言ってもね、僕も27なんでね、その、なんすかね、高校生とか10代の頃みたいにこう、ね、なんか別に何もせんでも、こう、回復してくれなくなってきたというか、その、自分でケアしな、その、もう蓄積もう半端ないことになって。でもね、ちゃんとやればね、ベストなパフォーマンスできるんで。ほんま、大変やで。腕立て伏せは、僕のおすすめはもう膝ついて、無理なくじっくりやるです。ね、こう、怪我しないためとか、そういう体力のために筋トレやってるのに、こう、怪我したら元も子もないですからね。膝ついてじっくりやることを重視してます。ライブない日は家でできること全部終わらしたら外に出て、まあ、詩を書いたり、今後のこと考えたり次のライブのことを考えたりしてます。散歩しながらね、なんか歩きながら考えるのが一番いいと言われてるし自分の中でも合ってますね。僕の散歩ルートです、天使場で。今日はなんかチンパンジーが天王寺動物園から逃げたらしくて大変騒がしい感じになってます。んで、まあなんかそれで集中力っていうか集中が切れたらお店とかなんかまあショッピング的なその服屋さん、服とか見てなんか物販、新しいグッズとかいろいろ見に行ったりしてます。なんか年齢層低めの人に向けたお店はやっぱり流行に敏感なんで入れ替わりがね激しくて、なんか小物とかすぐ新しいものになるんで、なんか見に行って、あ、これって俺作れそうやなとか、あ、こんなん流行ってるんやとか見たりして研究してます。天使場のね、すぐ真横はもう大自然広がってて、実は都会の中にね、こういうところあるんで、なんかあそこの山の中入っていろいろ考えたりしてます。今日は、阿部のロックタウンでライブです、ロックタウンね、ほんまええとこなんですよ。めっちゃ綺麗で、でかいし、綺麗やし、ほんまにね、初めて来た人でもライブハウスって思わないかもしれないです。入り口見てなんかカフェかなみたいな、本当にいいとこなんでね、ぜひとも来てほしいです。僕のちょっと前の Vlog になんか詳しくロックタウンの一日載せてるんで、またよかったら見てみてください。さあ、ちょっとね、やっぱなんか喉のね、あれ調子があんま良くなくて、でもね、調子
ていうかその行けるかどうかね、もうリハーサルしてみな分かんないんで、ほなやってきます。それでは本番もこんな感じでお願いします。近から日向です、よろしくお願いします。もうこんなモンブラン食べてみたい。ますので次の放送にご注意ください。こちらは防災センターです。ただいま宮1階の火災報知器が作動しました。係員が確認しておりますので次の放送にご注意ください。買い物袋いっぱいの自分で染めました。これは京都のナノの楽屋で椅子に引っかかって汚れました。ほんまのダメージ人だよ。今日ね、駆け込みで結構たくさん来てくださって、前からの予約もあってっていう感じで、本当に感謝します。ありがとうございます。はぁ、終わり終わり。もうこんなんもね、ほんまめんどくさくて、このもうやりたくない、まあ、あるじゃないですか、もうやりたくないの。でも結局やらなきゃいけない瞬間がやってくるんでね、そのためにって感じです。まあ、こんなんはね蓄積なんでね、後で後悔することになるんで。今ね、今数分ちょっと苦しむだおかげで、後のね数週間何年を苦しまなくて済むやと思ったらね、ね、5分だけでもいいんでやっときましょう。これは効きますよ。腹筋はやったらすぐ伸ばした方がいいと言われてます。なぜかわかりません。筋肉があれかな、縮こまってしまうからかな。これが今日のご飯です。絶対売れような。な、もうなんかいろいろやってたら火くれそうで、ちょっと外出ていつものルーティーンというか、今日もちょっと書きたい曲一曲あるんで集中していこうと思います。このジャケットはおじいちゃんにもらった一世三宅です。いいっしょ、これね、ちょっとこれをね着こなせるようになるまで時間かかるんで、夕暮れですわ。はい、今日は神戸でライブです。神戸のキングスクロスでライブします。今週はもう最後のライブです。到着しました。昼でした。さあ今日はですね、10月で唯一3日間何もないっていうか、ライブがない日、ライブが3日間あくまで、ずっとこう
連続か1日空きっていうことで、あの唯一3日間空く日なんで、ちょっとねこのね疲労をね回復しようと思います。なんですが、あのやるべきことはたくさんあるんで、それをやっていこうと思います。ほんでね、もうねやることやりきったら真っ暗です。もう寒すぎてね、ちょっともう裏起毛のパーカー着ました。10月やけどえらい寒いわほんま。ほんでね、いちもうやること終えて、今からライブを見に行きます。ほな、帰ってきました。いいライブ見させてもらいました。Vlog ほんまに大丈夫かな、なんかすっごい断片的な、撮れる時に撮ってもうすっごい断片的やから大丈夫なのかな。まあまあまあせね、もう見てもらうのは分からないんで、一回見てもらってからなんかリアクションもらえたら、またなんか続けていこうかなって思ったり思わんかったりします。僕のねナイトルーティーンみたいな、まあ一応もうね、なんかこういろいろ前のやつとかね、今までの Vlog で撮ってたりするんですけど、まあ顔ね、洗顔ってか洗顔ちゃうな、顔のあれ、うん、家いるときは、最近はなんかパックみたいな、3分ぐらいで済むやつやって、で今日はちょっと切れてて買いに行かんダメなんですけど、パックしていつものこれしてこれするんですけど、なんか乳液ね、乳液もしないとダメらしいですね、その水分を閉じないとダメなんですけど、あんまりなんか油分がね多いのか、なんかちょっとねやったらできもんっていうかできやすいのか、ちょっと分からないんですけど、なんかしてません僕は。他はなんていうか、他の方はした方がいいのかもしれないです。家用のスリーピーってとこで買いました。スリーピーっていうお店あるんですけど、どこにでもあんのかな、めっちゃ安いのにめっちゃいいもんばっかり置いてるんですよ。行ってみてください。でもう絶対やるのはこれですね、逆これですね、もうドンキで買いましたけど、フロスですね。これはね絶対やった方がいいですよ、ほんまに今後のためにも。特にねボーカルやったらね、やっぱこういう口の細菌でね喉ってねこう言わしてしまうんでね、これドンキで買ったらもう200何本かやったと思うけど80本入ってますからね、2ヶ月以上ね持ちますからね、これ買ってください。ただねもうねめんどくさいっすねこれね、もうこうやってね、もう歯磨きだけでもねもうバッてやりに行くのめんどくさいじゃなくて、そういうのにねこうフロスね、でもねもうこれをね毎日やるかでも大きくね将来的に分かれますから、僕はおすすめします。まあ これじゃなくてもね、なんかこういう長いねこう糸のやつでもいいと思うんですけど、んーね、んーもうしんどいことってほんましんどいんですけどね、めんどくさいはねもうぐっとねもう思い腰上げたらできるんでね。でもね今やもうやらないと寝れない状態にまでなれるんでね、やっぱ続けさえしたらねそうなっていくと思います。でもそれは本当に人によると思いますんで、それはもう自分の努力次第だと思います。はい、日曜日です。次の日に何にもなかったらちょっと強度高めっていうか、その次の日にちょっと疲労とか筋肉痛とか残るくらいのちょっと強度強めなトレーニングとかワークアウトやったりします。日曜なんで人多すぎてその様子一切撮れなかったんですけど、またねなんかまとめてそんな撮りたいなと思ったりしてます。今日はね明日明後日ライブなんで
明日ちょっと休めて。なんか起きるやろこれ。でね、今日もちょっとやることとか、なんか詩書いたりとかいろいろあるんで、それやっていって、ここから見る夕暮れが最高。ちょっとずれたらね、通天閣見えるんで。ね、ほんまやったらね、この大阪市立美術館空いてて、でも今工事してて、出来上がるのは2015年の春です。そこのね、階段、そこに階段あるんですけどね、その階段からね、なんかね、座って見んのもめっちゃ良かったんですよ。でももう結構もう半年前ぐらいから工事始まって、まあここの階段からね、なんかここで息してたら生きてるなって感じれるんですよ。はい、皆様1週間お疲れ様でした。ね、まあ本当に緩やかなんですけど、まあ撮れる時に撮っていって、まあこう本当に緩やかな Vlog をお届けできたらなと思います。でね、なんか撮れる時とかに、まあまあババッと撮って、まあ短くなったり長くなったりいろいろすると思います。で、まあそのまあ今私の生活はもう一切曜日感覚のない、毎日を送っていますね。月曜にこれする、水曜にこれするとかも一切ないんで、でもなんかこういうことをきっかけにね、なんか曜日感覚を取り戻すことができて、結構ね、やっぱ僕曜日感覚って大事やと思うんですよ。もう今はね、金曜ロードショーの間のスバルの CM 見た時だけ、あ、金曜やなーって思うんですけど、でもなんかこの金曜の夜に感じる感覚とか、日曜の夜とか、月曜の朝わからんけど、なんかでもそういう感覚って大事やし、なんかあの時に思ってたこと思い出したいなって最近そういう気持ちがあるんで、なんかこういうのをきっかけに曜日感覚取り戻していけたらなと思いますし、なんか何曜の夜は絶対これするみたいな決め事もね、なんか重要なんじゃないかなと思うんで、やっていこうかと思います。本当にね、 Vlog はね、なんか暇つぶしじゃないけど、なんかゆっくりしてる時に見てください。そして何よりね、もう全てはライブにつながってると信じていますので、もうどんなね入り口でもいいんで、見てもらえたらなって思います。ほなまた。